どうせブラックフライデーで安くなるんやろこれ。はい、というわけでどうもカツチャンネルのカツでございます。ついに今週、Amazon のブラックフライデーということで2021年最後の散財、その場にふさわしいんじゃないのかなと思ってます。ほんでね、ブラックフライデー、まあ安くなるのが、Amazon での安くなるのがやっぱ Amazon の製品で、多分これ来ると思うんだよな。そう、今手にしてるのは Kindle Paper White の最新版でございます。 Kindle Paper White 実はね2種類新しいのが出ておりまして、ちょっとページめくりとかが早くなったりなどなど、とにかく進化を遂げてるんですよ。ほんで今回私が購入したのがちょっといい方のモデルの19,800円だったかな、Kindle Paper White のシグニチャーエディションというものになります。これ何がすごいのか、まず容量ですね、 32GB はいございます。だからもう大量の本をね入れることができちゃうんですよ。まあまあとにかく開けて見ていきましょう。さあというわけで、実はね Kindle のオアシス持ってたんですけど、もう充電しなくなっちゃって画面が止まっちゃってというか、まあ平たく言うと壊れちゃったんですよね。なので買い直しとなっております。特にねエリちゃんが使ってたんですけど、お、あ、いいねいいねいいね。実はね画面がはなんかちょっと大きくなって、6.8 インチに上がりました。画面大きくなりました。このベゼルがねちょっと薄くなったというものです。そして他付属品といたしましては、てんてねーんと、いやこれがね一番のアップデートかもわからん。どういうことなのかという、見てこれ、奥さん何かこれわかりますか。タイプ C ですよ、タイプ C。 ね待て待て、なってるなってるなってる、ついにタイプ C やってきました。拍手。今までね、USB のマイクロ USB ずっと採用されておりまして、今現在だともう使わない、もう使わんよ。マイクロ USB なんてどこで使うぐらい使わんくなりました。だからある意味この Kindle のためだけにマイクロ USB 使ってる方も多かったと思うんですけども、タイプ C ですよ。もうね、そういうことですね。あとはこの子だけだね。この子だけなんとかなれば全てがタイプ C で完結する。ちなみに今回ですね、こちらバッテリーも増強されたのかな。1日30分の利用で、最大10週間使うことができる。はい、ただ結構それ未満だったりするので、やっぱ充電はちょこちょこ必要。そういった時にタイプ C で充電できる、最高です。さらに今回ですね、タイプ C の充電はもちろん、なんとワイヤレス充電にも対応いたしました。これどこに充電のあれがあるんだろう、なんのかな、いや分かんない。まあ、とりあえずちょ充電というか電源オンしてますね。はい、ほんでまあ Kindle Paper White、まあ、今回新型になったんですけど、オアシスの方がねいいなって思うのが、オアシスはね物理キーでページ送りがねできるようになってたんですよ。ただ今回のこちらですね、物理キーは基本的に電源のみとなっております。そして Wi-Fi6 に対応みたいな、 Wi-Fi4 でございますので、まあダウンロード速度もまあなんとなく、ただめちゃくちゃ重たい、動画データとか扱わんのでそこまで必要性はないんだけども、まあある程度の速度でダウンロードなどができるようになっているという感じになります。ちょっと待ってね、セットアップで進めております。やっぱいい、この目に優しいペーパーインク、やっぱ目に優しいわ。この Kindle Paper White ね、今私が手に持ってるのはこの iPad になるんですけど、まあこの操作性の俊敏さとか本の探しやすさというと確実にこっちの方がいいんですよね。でこっちでもこんな感じであるんですよね。しかもめちゃめちゃサクな、こんなサクサクに動かんからね、 Kindle Paper White の方は動かんのだけど、デメリットとして将来的に解決される可能性があるみたいなんだけど、このアプリ上から直接本を購入とかができないとかできるとかっていうもんだと思うんだ。待って、そう、今ちょっと設定だけするわ。さあというわけで初期設定完了でございます。ちょっと設定触ると、はい、こんな感じで、今回 LED の数がねちょっと増えたとのことなんですけど、前確かねなんかにじみというか、にじみではないんだけど、ちょっとね明るい暗い明るい暗いみたいなのは
そういったところが見られる部分もあったんですけど、それがね、より滑らかになったんじゃねえのかなと。まあ、ただ、パッと見でそこら辺の差は分かりません。あとね、今回の、ポイントとしては明るさの自動調節、これが入りました。だから明るい部屋だとある程度明るくね。で、いや違うのか、明るい部屋だと暗くか、明るい部屋だと暗くして、で暗い部屋だとちょっと明るさを足してきますよって、画面自体光らせてきますよみたいな感じになってるんじゃないのかなーって。まあでも基本的にめちゃめちゃ明るくして、こんだけ明るくして使うことは多分ほとんどないんじゃないのかなって。あ、でも結構スムーズなんだね。あんまりこうガチャガチャやったことなかったね。で、色の暖かさもここら辺でね、ちょっと調整することもできるようになっております。はいしょ。はい、私のライブラリということで、このテセウスのね、船、これ結構面白かったです。はい、超効率、この青のフラッグなんかもね、すごい面白い。ポチッと、まあこうやることで、ダウンロードが始まっていくんですけど、あ、終わったか。まあこんな感じでね、そこまで重たいデータじゃないんですけどね、やっぱある程度はかかるみたいな。 Wi-Fi 自体そんな速くないから、これある程度はかかるといった感じです。はい、まあただ今回 32GB あるからさ、めちゃめちゃ入るよ。こんなね、ポチポチやっといても、もう全然、もう本当に何百冊っていう感じで入るんじゃないのかなと思います。さらにね、ワイヤレス充電もこれやってみました。こう置くだけで、まあ結構なんだかんだね、バッテリー消費するからね。置いとくだけで、ほら、いやこれ結構良くない？いや結構バッテリーね、空っぽってことあるんですよ。一応ね、何週間か持つみたいになってるけど、結構これゼロになっててね、動かんみたいになってることあるから、いやこれええー、よねーって。そして今回これに合わせて Kindle Paper White のカバーみたいなものも売ってたので、これも購入してました。ちなみにこのカバーまでつけると重量的にまあまあな重さになってしまうのは弱点でございます。まあ、ただこの画面を守るっていう点ではいいのかなと思ってて、うわかっこいい。あ、これいいね。ただこれをつけることで無接点充電ができるかどうかはようわからん。ちょっと待って、そこだけ心配だな。カチャンとはめて、あ、本みたいになったんだけど、どうなの。一応、あ、できております。無接点充電もこれ対応しておりますね。あ、いいですね、いいですね、いいですね。ほんでまあ、今喋ってる間に、ほとんどの漫画のダウンロードも完結いたしました。なので、時間に余裕を持ってダウンロードしましょうっていうことでございます。そんでね、ちょっと先ほど話しそびれてしまったんですけど、この Kindle のいいところっていうか、本が直接ね、購入できるみたいな、この検索窓からさ、例えば、アンパン。ポチッと。Kindle ストアアップデート中ですと。はい、こんな感じでポチッとして935円で購入みたいな、こういった直接購入がねできるってのは、やっぱこの Kindle のなんかスムーズなポイントですよね。ほんでさ、 iPad まあいいんだけど、こんな感じでさ、サンプルをダウンロードの下にないんですよ。これアプリ使ってやってるから、なんかその2割がどうとか、なんかそういうのに引っかかるみたいで、直接購入ができない。まあ、ただサファリを使ってやる分には、購入はできるとのことなんですけども、ちょっとこれがね、 iPad 版 Kindle のちょっといまいちなポイントなんじゃないのかなと思います。あとね、 Kindle のいいところ、まあ私の場合はそんなことないと思う。いや怪しいな。まあ、例えば読書しようっていうことでこの Kindle 開くじゃないですか。ほんでね、読むじゃない、あ、っていうか Kindle を起動しています。しばらくお待ちください。なに、これ閉じると電源落ちるの。ほっほ、なんだ。まだ今開封したばっかなので、次ソフトウェアのアップデートが入りました。少々お待ちください。まあ、Kindle って、今みたいに漫画を読んだりとか、あとはね、なんか小説とかなんかね、純粋に本だけを読むものになってくるんだけど、iPad とか iPhone とか、ね、スマホの Kindle、危険なところが、他にもね、楽しそうなアプリがね、こう、羅列されてる。それ一番危険なポイントなんですよね。ついつい Kindle を読みながら、他のね、YouTube のバカみたいなやつをね、見てて楽しんだりとかすることあるあるだから、寝室にね、行って、本で、わー、本でも読んで寝ようっていう時に、iPad、これ自制心が効かない人、危険です。スマホも危険です。それによって目がね、冴えがちになってしまうから。ただ、こちら、Kindle。はい。音声がちょっと悪かったね、響いてた。はい、こちら Kindle ですね。
本しか読めません。なので他のところに浮気をする必要がないから集中して読むことができるし、またねこの電子ペーパーなので目に優しいからさ、そのブルーライトがどうとかで目がねなんかギンギンになっちゃうみたいなことも、結構防ぎ気味となっておりますので、そういった点でもねやっぱ Kindle いいんですよ。ちなみに前ねこの画面からもう一切動かない感じになった。あ、アップデートしてるわ。いやこれ比べるとね少しの差があるらしいんだけど、なんと、古いやつね、 Kindle Paper White ね、従来の Kindle Paper よりも早いし、なんとオアシスよりもね若干、はい、こういったページ送りをした時に若干早い。ただこの本当にね多分 0.1 秒とか 0.2 秒とかね、どっかその 0.2、0.3 秒前後、1秒も変わんないよ。ここら辺のページめぐりがほんの一瞬早いんだけど、それによりすごく読んでて気持ちいいっていう状態も今回ね、はい、得られるんじゃないのかなと思います。まあ、とにかく誰が喜ぶか、エリちゃんがすごい今回喜ぶ。うわ、久々に来たみたいな感じで。で、これでね、傷からも守られ、カバンに一冊入れておくだけで、旅中ね、すごく楽しいものになるんじゃないのかなと思います。今度エリちゃんね、ちょっとね、お外の方に出るということなので、私が子守ね、その時。ほんで、お外出る時にね、これ一冊渡してあげればね、電車の中すごく楽しいと思うんですよ。飛行機なんかもね、乗る時ね、これ一冊あるだけで、すごく楽しいと思うんですよ。文字を読むね、ゆっくりと、いいんじゃないでしょうか。はい、という感じで本日はこんなところでね、新しく購入した、新型の Kindle Paper White でございます。画面サイズがアップして、バッテリー容量も以前よりアップ、そしてこのシグニチャーエディションだったっけね、 32GB で、漫画なんかもね大量に入れておくことができるようになっております。そしてワイヤレス充電もでき、さらにはやっぱこのねタイプ C になることで、まあ例えば旅行中ですね、必要最小限のケーブルで抑えたいじゃないですか。そんな時に、従来まで使っていたマイクロ USB、 それも必要ございません。タイプ C だけで結構でございます。またね旅行っていうか出張のねケーブルが必要なくなるということで、いやこれ嬉しいよね。たったそれだけで嬉しいよね。もちろんね中身ね、これによって読める方が変わるっていうことはね、そんなことはないですよ。従来の読み方、ただちょびっとだけこの速度が速くなったということで、気持ちよさが間違いなく増すことになるでございましょう。さらに言うと、今週から始まるブラックフライデーで多分安くなると思うんだよな。多分ペーパーホワイト好きな方ですね、ぜひこの機会にチェックしてみてください。以上 Kindle ペーパーホワイトでございました。